どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてます。さあ、今日はお久しぶりに、この商品、2度目の開封です。今回開封します、ベースボールカードはこちらです。ポン。ラグコレ来ました。2023NPB ラグジュアリーコレクション。さあ、前回覚えていますでしょうか？僕はあんまり覚えてないんですけど、確か直筆サインが1枚出てくれた気がします。そして、まあ書いてありますけど、確か1パックにシリアルカードが1枚入ってくれていたと思います。まあルーキーのサインか、スター選手のサインが絶対あると考えると、まあやっぱりいい商品ではありますよね。まあ本当お値段だったんでしょうね。引っかかるとしたらね。まあまたね、この2023も福袋対象商品にはなってしまいましたけれども、まあ嬉しいカード、嬉しいルーキー狙っていきましょう。松尾しおん選手のサインはこの辺がラストチャンスになってくる感じがしますね。で、前回は、ルーキーの方の直筆サインを当ててます。あわよくば今回は、まあ、松尾選手じゃないんですけど、スターラインナップの方の直筆サインも見てみたいと。まあ、それからインサートもね、そのホログラムだけでなく、ちょっと変わったもの見てみたいですよね。皆さんも見てみたいですよね。出ることを願っていてください。はい。なんだかんだで正月結構いろいろ取り溜めしてるので、野球カード漬けになっている年始ですけれども、楽しいから仕方がないですね。そんな中で、ラグジュアリーコレクション、今回も贅沢に豪勢に開けていきましょう。さあ、それでは、ラグコレです。山本由伸選手、村上選手、そうですね。やっぱり当てたい人多いんですよね。まだまだね。誰のサインが出てくれるでしょうか。商品としては、1パック6枚入り。パックも6つ。今日はそんなに、余計なおしゃべりも用意していないので、開封に集中していきましょう。さあ、それでは開けていきます。まずは、今回最初のカード、宮内選手から。もうどのあたりでシリアルが出るとかっていうのはほぼ忘れてますけれども、いつぼ選手、はい、斎藤京介選手、なんか最近直筆サインカードが高騰しててびっくりしました。それだけ期待ということですね。さて、このホロっぽい色がね、でもね、これは多分サインじゃないんですよ。なぜかというと、こちら、はい、福永選手。これ前回引けてないですけど、チームカラーのパラレルですね。ドラゴンズブルー、福永選手のパラレル。これは結構珍しいと思いますよ。25シリアル。そうそう、こういうのもね、引いてみたかったんですよね。いいじゃないですか。ただのホログラムのカードではなくて、チームカラー。早速いいものが引けたと思います。萩尾選手。最後が、庄司選手。ドラ1。そして、特殊ユニフォーム、いい写真です。いや、いい滑り出し、いい滑り出し、いい滑り出し、大事でもないことですけど、3回言いました。2パック目。はい、こちらは、源田選手から。お、早いな。2枚目に、ギラギラのシリアル。こちらは、長谷部選手のホログラム。ラグコレ2023は、このホログラムがシリアルカード199分の47。さあ、以前の動画でこの方がね、歴史上の人物の末裔という話をしましたけど、覚えてますでしょうか？わからない人は、ググってください。坂本選手、林選手、お、内海哲也さんですね。内海さんはこの商品で唯一ジャイアンツの直筆サインが出る方です。OB ならね、巨人でも直筆出ますので。最後が、イヒネ選手。はい。ということで、スターラインナップのサイン見たいですね。あと、前回はジェムも引けてるので、そんな運もまだ持っているでしょうか。お、2枚目の福永選手。田中晴也選手。入団会見の写真。あまりでも、前回見てないレギュラーカードが多いかな。あ、橋本選手も初ゲット嬉しいですね。しっかりオーバースローですね、この人ね。すごい上からのピッチャーですからね。はい。山田陽翔選手。さあ、このホログラムは、お、内藤豪選手も期待のスラッガー候補。
この光方199と。はい。OK です。最後は森下選手。はい。森下選手のこの名前の読み方って、僕結構認識するまでに時間かかったんですけど、わかります?はい。正人選手。森下正人選手ですね。最近読めない名前の選手多いですからね、結構ね。一発で読めない選手。かと思えば日本ハムにひらがなの名前の選手が入ったっていう。今年のルーキーエディションの時にその辺は触れていきましょう。4パック目。中地選手。はい。松本春選手。ホログラム。ちょっと光り方が違うやつですかね。はい。駒子選手のホログラム。駒子選手。これは99シリアル。そうですね。はい。さあ、ホログラムも集まってきました。斉藤裕太選手。里崎さん。里崎さんのカードと袴田さんの始球式カードを並べてみたいな。はい、最後かな、富田選手。はい、並べても何も起こらないんですけど、ちょっと見てみたいっていうだけです。野球選手の YouTube 見てますか、皆さん。 OB とかの、僕は今波さんの YouTube が大好きです。はい、続いて蛭間選手。はい、お、牧秀悟選手持ってなかった気がするな。嬉しいですね。安西選手、北村慶吾選手。さあ、このホログラムが、直筆サインの気配がする。ちょっとまだ分かんないですけど、一回外しておきましょう。はい。そして日高選手はカープへの人的保障での移籍が決まったばっかりですね。山本由伸2世と呼ばれて楽しみにしてましたが、まあプロテクトしきれないぐらいの選手層なんですね、オリックスがね。まあびっくりでしたけれども、カープでも楽しみにしているピッチャーです。ねえ、このルーキーにしてカードが出てる選手がもうすでに違う球団っていう、大変な世界ですよ。さあ、早くもラストのバック、高橋宏斗選手、渡辺翔太選手、糸井さん、OB から糸井さん、柳田選手、あ、これはホログラムですね。はい、沢井廉選手、99シリアルのホログラムということで、まあまあまあこんな感じでしたね。増田選手で終了しまして、マスターラインナップではなさそうですね。ルーキーの直筆サインでしょう。さあ、見ていきますか。今回のエポックラグジュアリーコレクション直筆サイン、まあ、昨年のルーキー、どのルーキーで出てくれるでしょうか。さあ、どうだ、黒いかな、ホークス、阪神、そんな色の枠、阪神ですかね。さあ、こちらの選手、富田蓮選手の直筆サインということで、さてさて、まあ、前回のこの動画見ていただいてますかね。感づかれた方はいらっしゃいますかね。かぶりました。わーお、ふーん、あんたもレンって言うんだ、ふーん。いつか起こるとは思ってましたけど、この商品で起こるか。そうか、そうか、もうより一層富田選手を応援するしかないですね。頑張ってもらうしかないですね。ちなみにシリアルは54分の31ですね。はい、ということでエポックラグジュアリーコレクション2箱目の方開封でしたが、野球カード開封改め、世にも奇妙な物語、富田蓮選手直筆サインがまたもや当たってくれました。ラグコレね、面白い商品かなと思うんですけど、なんなら結構近くのカードショップでこの商品からイチローさんのワンオブワンのサイン出たらしいですけど、 X で見ましたけど、楽しい商品なんですけどね、これに関してはちょっと引きがおかしかったという感じでしたね。まあ、レンが出て、これ多分疑似さんまで行ったと思うんで、次当たると思います、これ。はい。ということで、こんな引きですけれども、よろしければチャンネル登録の方、よろしくお願いします。これ撮ってる時、今、チャンネル登録者数300人を行ったり来たりしておりますので、今後のね、モチベーションにもなります。ぜひとも、開封動画楽しんでください。それでは
今回の開封以上になります。ご視聴ありがとうございました。よけがわでした。また今度。